ウィッシュ107.5バスが、キャンプアギナルドで、セレナーデ AFP 本社ダウヌーは、ウィッシュ107.5として放送する、プログレッシブブロードキャスティングが所有し、ブレークスルーマイルストーンプロダクション、インターナショナルが運営するマニラ都市圏、FM ラジオ局。放送局のスタジオは、ラベルダ・クリスチャン・カレッジ、オルバーン8500オーディオプロセッサーを使用して、 フル FM ステレオで一貫したクリーンなサウンド出力を使用している。SNS では、ウィッシュ107.5の公式 YouTube チャンネルは、現在30億回を超える視聴回数と846万人のチャンネル登録者を要し、2020年5月19日までに数えられている。フィリピンでは、ランキング1位のローカル FM 局 YouTube チャンネル。スローガンは、ウィシャー s キープオンウィッシング、ウィッシャーたちよ、願い続こう。2010年11月7日頃までに放送していた、頃の最終的なニュー107ロゴ107.5ウィン、ラジオロゴ1987年8月31日、特命ラジオ局が FM バンドで107.5の周波数で放送を開始した。当時はニューウェーブとして知られていたものを再生し、放送は1ヶ月間放映された。 コールレターもジョークもなかった。最終的に、これは、ダウヌーです。聞いているなら、電話してくださいと発表したとき、放送中の電話番号について言及した後、電話は3時間なり続けた。当時、スタジオは、マカティ氏のパセオデロハスにあった。ダウヌー 107.5FM は、ラジオのベテランである、マイク・ペデロと銀行家兼ビジネスマンのアトム・エナーレスの発案によるもの。 若者の間で音楽の良いセンスの基準を設定する、作品を生み出す、必要性から生まれた、ニュー107は、ダイナミックで、若々しく、情熱的で、創造的で、常に、自己更新する準備ができている、ロック、音楽の電波を放送した。ニュー107は、放送終了した後、ステーションは2010年11月8日に107店を、ウィンラジオとしてデビューした。 2010年10月10日にイベップ及び COO となったマニー・ルソンが管理している。ルソンはもともと80年代に DZMB のラブラジオという名前を作った。2002年以来、それはマニラ首都圏の駅の間で第1位を維持した。最終的に彼は1991年に UBC を設立し、1996年から主要州で エネルギー FM を作成して普及させた。2003年、エナジー社はマニラのデュッキーを引き継ぎ、すぐに家庭のセンセーションになり、2008年にはマニラ首都圏の駅の中で2位に達した。より気の利いた主流周波数として再フォーマットされ、マサ市場の構造である二重の意味を持つ曲を再生することなく責任あるプログラミングを通じて、 競合他社との差別化を図っていた。デビューからわずか4ヶ月後、2011年3月の KBP ラジオリサーチカウンシルの調査によると、7位に着陸した。2014年6月26日、ウィンラジオは最後に 107.5FM で最後の放送を行い、2日後に 91.5FM に転送した。それ以前は91.5ビッグ。 ラジオと名付けられた 91.5FM が2011年にエネルギーを FM を 106.7FM に移行した後、ウィンラジオの姉妹局になった。2014年には会長兼最高経営責任者のクヤ・ダニエル・ラゾンが率いるブレークスルーマイルストーン、プロダクション・インターナショナルが107.5の管理を引き継いだ。メガヘルツの周波数。放送局は パシック市の AIC ゴールドタワーからスタジオを、ケソンシティのアンブビルにある、現在のスタジオに移した。107.5FM にアクセスした後、ブレークスルーマイルストーンプロダクション、インターナショナルはついにメガマニラで、PBC の FM ラジオ周波数の一つを占有し、AM と TV 上の PBC の他のプラットフォームを、含む、その影響力を固め、機能しなくなったウンティ。 B 時代への接続を削除した。同時に、放送局の送信機設備は、クレストビューシブにある古い暗部送信機施設から、アンティポロシのスムロンハイウェイにある新しい暗部、送信タワーへ移した。一方、ウィンラジオブランドは 91.5FM に移行した。ステーションは2014年6月26日に、限定地域、対象にのみ、試験的に公開した。 テスト放送中、一時的に107.5と名付けられ、ジェラルド・サントスが歌った最新のラジオジングルの自動音楽、スティンガー、ティーザーが再生され、正式なリリースに向けて2014年7月14日に放映されました。最初のブランド PSFM の代わりに、ステーションは2014年8月10日に、 パサイ市の世界貿易センターで開催されたウィッシュコンサートを通じて 107.5FM ウィッシュとして正式に立ち上げられた。午後9時45分に正式に署名した。数ヶ月後、107.5ウィッシュ FM は2014年10月20日にウィッシュ107.5にブランド変更された。ウィリー・ヒルビリー・ウィリー・イナングは設立当初から2015年10月11日まで。 ウィッシュ FM のステーションマネージャーになった。その後、彼は、レトロ 105.9DCGFM に移った。ブライアン・ティボンキとリアノが、公認となったが、後に104.7ブラガダニュース FM に移籍した。107.5FM ウィッシュは、正式な立ち上げ時に、姉妹局である、ラジオラベルダ 1350kHz によって、導入された。 モバイルラジオブースと同様に、ウィッシュ FM バスと呼ばれるバスで最初のモバイル FM、ラジオブースも発表した。ウィッシュクルシブビデオウィッシュ FM の番組、ロードショーは、ウィッシュ FM バスから遠隔地で放映され、大都市に沿って移動する。このプログラムでは、地元のアーティストがオリジナルの曲を歌ったり、ヒット作をカバーしたりする。 高品質のオーディオと HD ビデオで記録されたウィッシュクルーシブパフォーマンスが YouTube にアップロードされる。2年目にはウ i s シュ1 0 7 5の公式 YouTube チャンネルは2017年12月頃のようにフィリピンではランキング1位のローカル FM 局 YouTube チャンネルになり9800万人の再生数と30万人以上のチャンネル登録者を背景に 国内で100万人以上のチャンネル登録者に初めて到達した FM ラジオ放送局。2016年3月28日、Wish107.5 は独自のテレビ番組、Wish107.5TV を開始した。これは、平日の午後4時30分から午後5時30分に、暗部で放送され、プログラム、ザ・ロードショーの DJ ジェリーキスと DJ のフェイによってホストされている。 ウィッシュパース・オブ・ラブ・ザ・ワンダーランドのアリス・プリンセス・リー二千十六年七月テレビのタイムスロットがアンブ・ニュース・アンド・レスキューの最新の公共サービスプログラムであるクヤ・ダニエル・ラゾンが取材するセルビス・ヨング・コサーンバに置き換えられた二千十六年八月ロードショーの DJ ジェリー・キスとプリンセス・リーは特定の理由によりウィッシュ百七点五で DJ として 別れを告げた。シンガーのアリア・パークスは、プログラム、ウィッシュリストの DJ として雇われた。一方、ロードショーは、有名人のゲスト DJ によって一時的にホストされ、後にロビン・ナベラによって扱われた。ウィッシュ107.5ミュージックアワードショーパンが指南、ダグパン氏、CSI ルカオモール外のウィッシュ107.5、モバイルバス。2016年以降、 ウィッシュ107.5は毎年恒例のミュージックアードショーを主催し、ウィッシュ FM バスにゲストとして出演し、メトロマニラの街並みや周辺の州を巡回したアーティストを表彰した。ありがとうございます。